木の傘丼、木の傘丼とは、甘辛く炊いた油揚げと青ネギを卵で閉じ、飯に乗せた丼ぶりものである。あざ違いの、木ぬかさ丼、しのだ丼と呼ばれることもある。京都発祥のご当地丼とされるが、中身は大阪などで食されている競技の狐丼と同じであり、厳密には、京都固有の呼び名である。木の傘とは、京都市北区、六音寺に望む、標高二百一メートルの山。 木の笠山にちなむ。木の笠山には、真夏に、雪景色を所望し、山に白犬をかけて、雪に見立てたという歌天皇の伝承にちなんで、絹掛山とも呼ばれている。この絹掛山にちなんで、丼に盛った姿をそれに見立て、絹笠丼の名がついた。近畿地方を中心に、中国、四国、中京圏あたりにまで見られる、ローカルフードである。 その他の地域では、名称は元より料理自体が知られていないが、明治時代までは、東京、吉原の観楽街でも、油玉丼の名で盛んに食べられていたという。近畿地方には甘く煮た油揚げと青ネギを卵で、閉じず、ご飯に乗せる丼もあり、これは一般に、きつね丼と呼ばれる。しかし、狐丼と称して、卵で閉じたものを出したり、 甘にしていない元の油揚げを卵で閉じて、絹笠丼としたりする場合もあり、明確に呼び分けているわけではない。なお、揚げ玉を油揚げの上にあしらった例も認められる。キツネ丼は、大事輪など大阪の郷土料理と紹介しているものもあり、卵で閉じる、閉じない音はない。絹笠丼の発祥については、主に以下のような説があるが、どの説が正しいのかは判然としていない。 西人などの職人が仕事の合間にさっと食べる丼として始まったとする説。渦政の俳優が撮影の合間などに腹を満たすための丼として広まったとする説。ありがとうございます。